こんにちは、ヤンガスです。それでは、今日はカタカムナの第2種について説明をしていきたいと思います。よろしくお願いします。で、まず第2種です。これですね。ヤタノカカン、カタカムナカンと読みます。この真ん中にあるこの図形が、8個のね、丸がついている図形がヤタノカカムです。これは他の動画で説明しているので見てください。で、これの、訳ですけれども、掃除小学会の訳でほぼほぼいいと思うので、それの訳を読みたいと思います。では、すみません。ヤタノカカミカタカムナカミというのの訳ですが、宇宙の万物万象、原子、電子、物質、地球、太陽、宇宙のあらゆるもので、目に見えるものを現象界をアマと言いますね。で、宇宙そのものが目に見えないぐらいな巨大な球体であるということで、宇宙をアマタマと言ったりします。宇宙の万物万象は火から始まり、火踏みよい無ないことの火ですね。火から始まり、響き。や、カタカムナの、真ん中にあるヤタノカカミっていうのが、火から始まってやまでですね。1から8までっていうことです。火から始まり、やで独立して変遷したもの、かっこアマである。その力、ヤタノカは、ヤタノカっていうのが、その火から始まって矢で独立して変遷したアマの、力であるっていうことですね。ヤタノカは、かとみであり、それは、カム無限量、かっていうのが力っていうことですね。その、カム無限量、カムっていうのが、占生界、目に見えない占生界から来た力。で、他が独立するとか、あとは他人とかそういう、過去とかそういう意味があるんですけど、独立するっていう意味です。要は、宇宙万物万象もすべて、アマに来ているものは火から始まって、その、無限の、カムという占生界から来て、その力がやってきているっていうことですね。で、それを神という。で、ここで大事なのは何かというと、大事なことは、このヤタノカカミカタカムナ神、これ最後、これで神というんですね。これが一番大事。他は全部一文字ずつですよね。ヤタノカカミカタカムナまでは一文字ずつなんですよ。ここだけカミって。こうやってカとミっていうのは、実は、これがカで、これがミで、足すと、この形になるはずなんです。でも、重要なのは、この形になってる。丸になっちゃってる。ここの半円がないはずなんだけど、ここが追加されて、この形になる。で、これを、カタカムナでは、重なり立ちといって、言葉、要は、なんていうのかな。力と力が足すと、それが強くなる。より強くなる。要は、1足す1が2じゃなくなるってことですね。なので、神っていうのは特別な意味があるんです。それをカタカムナで重なり立ち、十合性と言いますが、そういう特別な言葉にそれが出てくる。今でもね、カタカムナっていうのは日本語のも元になってるっていうことなので、今でも神って言いますよね、神様とか。あと、上から来る上の方も神と言ったりね。その上っていうのが、だから、目に見えない世界、占生界から力がやってくるっていう。
で、身っていうのは、まあ、体のことを身って言いますよね。その力の身、それが体、体を伴った力、それが神。で、そのように、一つのこの文字スペースで、二つの字が重なって、意味が強くなってっていうときは、特別な言葉に使う。それを重なりたちという。で、神とか、あと、御事とか出てきますけど、要はそういう神様とか、あと御事っていうのも、あの、神道でね、イザナギの御事とか、イザナミの御事とか、スサノオの御事とか、大国主の御事とか、まあ、要は神様、人間なんだけど神様、要は、現象と現象、両方の、体を持ってるんだけど両方使えるよっていうのが御事。神もそうね。現象と現象両方、陰と陽両方持ってる。だからそういう特殊な時にばらすのではなくて、文字を重ねて、その意味を伝えているっていう。それが重なりたち。ここではそれを覚えておいてください。今後もちょくちょく出てきます。神とか御事とか。はい。なので、皆さんも、この、神、あるいは御事を目指して、カタカムナでは、多分追求していくと、そこまでなれると僕は本当に真剣に思っています。自分が神とか御事になれると思っていますので、神とか御事になれるように、要はこの状態になれる。日々取り組んでいってください。では、第2章は簡単ですが、これで終わります。ありがとうございます。